はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、最近、改正民法について、市販の教材で、いいものありますかというご相談を、よく受けるんですね。で、私自身ですね、市販の、その、宅建に関する教材って持ってないんですよ。この、改正民法について。だから、新しく出された改正民法の、参考書及び過去問集っていうのは、持ってなかったので、お客さんに回答することがちょっとできなかったんです。なので、今回ですね、Amazon で、買ってみました。権利関係に絞った、参考書です。過去問集も参考書、まあ、テキストですよね。テキストも権利関係に絞ったものです。で、いずれもそれなりの厚さがありました。どちらもだいたい400ページから500ページくらいあるものなんですよ。テキストも、過去問集もですね。で、別の業者を、選びました。まあ、同じ業者だったらだいたい解説一緒なので、別の業者選びました。そして確認したんですけども、結論から言うと、その市販の教材で改正民法に対応できるのか、つまり本試験でちゃんと点数取れるのか、というところに焦点を絞って回答するのであれば、正直なかなか難しいなって思ったんですね。で、その理由は2点あります。で、1点目がこちらですね。権利関係に絞った参考書。まあ、今お伝えした通り、権利関係に絞ったテキスト及び過去問集。であったとしても正直内容が薄いんですね。でこれについてはちょっと2つ具体例を出させていただきます。もう全部はちょっと見てないんですけども、もう初めの方をねちょろっと見た時に思った部分っていうのかな、内容が薄いなと思った部分が非補佐人と時効の完成猶予と時効の更新の部分ですね。まあ、このあたりだったんで、まあ、この2つをね、具体例として出そうかなと思っております。そしてこの2点については改正民法の具体的な解説の内容になっていますので、ぜひ参考にしていただければと思います。理解学習できるようになってますんで、ぜひ参考にしてみてください。で、二つ目なんですけども、その権利関係に絞った500ページくらいある過去問集であったとしても、改正民法の内容が少ないんですね。で、これ、なぜかなと思ってちょっと確認したんですけども、その、過去問の内容なんですよ。過去問の内容だから、過去問を少し変えるだけでいい問題であれば、過去問集に入ってるんですけども、大幅に変えないといけない問題って意外とたくさんあるんですよ。で、そういった問題が含まれてないんですね。なので、必然と少なくなっちゃうんです。今回の改正民法って、民法を大幅に改正してるんですよ。ちょこちょこ改正してるだけじゃないんですね。もちろんね、ちょこちょこ改正した部分あります。例えば、第三者詐欺があった場合、昔の民法の内容であれば、善意の第三者であれば保護されるんですけども、改正民法の内容では善意無過失じゃないと、保護されませんよ、とかね。まあ、そういった、ちょろっとね、善意が善意無過失だけに変わっているぐらいであれば、過去問の内容をちょろっと変えるだけでいいんですけれども、例えば今回お話しする二つ目の、時効の完成猶予と更新の部分の中でも、協議を行う旨の合意をした場合の、時効の完成猶予と時効の更新の問題って、あまり載ってないんですよ。また解説も非常に薄いと。テキストであったとしても、つまり参考書であったとしても、内容が薄すぎて、結暗記内容が全くわかんない。だから丸暗記学習になっちゃうってなるんですよね。なので、この2点から考えても、ちょっと市販の教材で改正民法に対応できるかっていうと、正直難しいなって思ったんです。権利関係、毎年14点あるんですけれども、5点か6点ぐらいしか頑張っても取れないんじゃないのかなと思うんですよね。実際弊社個別指導の受講師さんで言うと、だいたい毎年10点以上得点していただいているんですね。その方々っていうのは、もともと権利関係が得意だった方ではないです。もうほとんどの方が権利関係苦手なんですよ。勉強してても3点4点しか取れないとかっていう状況から、理解学習をやっていただいて、10点以上取れるようにしていただいているんですね。で、それっていうのはちゃんと、やはり、今からお伝えをするような理解をしながら学習するからなんですよ。なので、ちょっとどうやって理解をするのかっていうところを、今から、ちょっと2つお伝えしようと思うんですけども、おそらくこの、非補佐人のところは、ちょっと具体例出してお伝えします。で、時効に関してなんですけども、弊社のテキスト、ちょっと映し出して、どれだけ細かいのかをお伝えします。具体的な、すいません、解説までは、ちょっとね、時間の関係上できないと思いますので、弊社のテキストの内容と、お持ちの参考書の内容、もし予備校通われているのであれば、予備校の教材だったりとか、通信講座通われているのであれば、通信講座の教材見ていただいて、どのように違うのかっていうのを確認していただければと思います。では、こちらの動画をどうぞ。それでは先ほどもお伝えをした非補佐人についての改正民法の内容ですね、それをお伝えいたします。でこちらは弊社の個別指導のテキストの一部なんですね。で今回
改正された部分っていうのはこの10番なんです。ちょっと見にくいので拡大します。この部分ですね。この部分が、まあ、追加された内容なんです。でこの部分っていうのは被補佐人が単独で契約できないっていう話なんですよ。だから補佐人の同意を得てくださいねという内容なんですけども、どういった内容が追加されたかっていうと、被補佐人が別の制限行為能力者の法定代理人となっている場合において1から9の行為を制限行為能力者の法定代理人として行う場合、この場合補佐人の同意が必要ですよっていう話なんです。で、これすごく難しい内容なんですね。で、これ実はあえてこの言葉をこのテキストに入れてるんですよ。もっと簡単に言えば、1から9の内容を制限行為能力者の法定代理人として行う場合なんですけれども、あえてちょっとこの言葉を使っています。で、なぜかっていうと、この言葉が今から解説する内容だってわからないと、もしこの言葉が問題文で出てきた時に意味がわからなくて答えられないってことになっちゃうんですね。つまり問題文の意味がわからないって話になっちゃうんですよ。で、多くの方が問題文の意味がわからないんですね。ルールは頭に入ってるけども問題文の意味がわからなくて答えられない。で、この原因っていうのはいつもお伝えをしている理解学習ができていないからなんですよ。ちゃんとこういった言葉が理解できるようになれば本試験で点数取れますんで、だからこういった言葉もちゃんと入れながら、こういった内容ってどういったことなのかを今から下で具体例で解説しております。まあ、今回ねこれテキストの内容なんですけども、テキストではこのように、言葉でしか解説してないんですけども、実はこれ弊社の過去問集の問題に入ってるんですね。で、その問題の解説ではこれを図にして解説しております。ではこれってどういったことなのかを解説していきます。まず被補佐人が別の制限行為能力者の法定代理人となっている場合って書いてあるんですね。この別の制限行為能力者っていうのを今回未成年者とします。で、この未成年者の法定代理人となっているのが被補佐人なんですね。で、別の制限行為能力者、つまり未成年者の法定代理人、これを親とします。つまり未成年者がいて親がいるんですね。で、この親が被補佐人だという状況なんですよ。被補佐人が法定代理人となっている場合ってことなので、この法定代理人イコール被補佐人っていうことですよね。つまり親が被補佐人だという話なんですよ。ここにも書いてある通り、未成年者 A の親が、法定代理人である親が被補佐人だって書いてありますよね。この場合、被補佐人である親 B がこの未成年者 A の土地を法定代理人として売却する場合、つまり親がこの代わりに売却する場合なんですね。未成年者 A は単独で売却することできないんですよね。だから親が売却するって話なんですけども、親が被補佐人だって話なんです。つまりイメージとしては親が認知症だっていうイメージなんです。この場合、親っていうのは法定代理人だけれども単独で子供の土地を売却できないんですね。どうすれば売却できるかっていうと、補佐人の同意が必要です。まあ補佐人って、まあ弁護士とかですね。まあそういった内容なんですよ。で、これを図にすると、こちらの内容になります。まあ実際これ弊社の個別指導の過去問集の解説なんですけれども、ちょっと少し拡大させていただきます。まあこんな感じですね。子供 A がいて、これ制限行為能力者ですよ。で、法定代理人親がいますよ。でも親っていうのは被補佐人ですよと。つまり、若干認知症が入っているといったイメージですね。精神障害がある。この場合、この法定代理人の補佐人、まあ弁護士とかですね、の同意があれば売却できるよと。A さんのこの土地、子供の土地を売却することができるけども、同意がないと、補佐人の同意がなければ、売却したとしても後で取り消しができるんだっていう話です。で、なんでこのようなルールにしているかっていうと、親であったとしても認知症があったりとか精神障害があることによって、この子供の土地を非常に安い値段で売却しちゃったりとかする可能性があるわけですよね。物事の判断がちゃんとできないから子供に不利益な契約をしてしまう可能性があるんですよ。だからそれを保護するために補佐人の同意を得てくださいねっていうルールにしているわけです。
これを難しく言うと、先ほども言った通り、被補佐人が別の制限行為能力者の法定代理人となっている場合において、まあ、上記1から9の行為、まあ、今回で言うとこれですね、3番の話かな、不動産の売買を行うことですね。これを制限行為能力者の法定代理人として行う場合、今回そうですよね、子供の法定代理人として行うわけですよね。でこの場合は補佐人の同意が必要だよっていう話なんです。このように難しい言葉をちゃんと具体例を出して理解するということが重要なんですよ。で、多くの解説書がそこまで載ってないんですよね。もしくはこれをもうだいぶわかりやすく噛み砕いていたりとか、例えば制限行為能力者の法定代理人として行う場合とかって書いてあったりするんですよ。まあ、ここですね。この部分だけ書いてあったりとか。でもこれだとですね、本試験でここの内容がそのまま出てきた時に意味がわからなくて解けないんですよ。だからちゃんと少し難しめの文章であったとしても、それを理解するための勉強をしていかないといけないっていう話なんですね。なのでこの点も今お持ちのあなたのちょっと問題集と見比べていただければと思います。で、続いてなんですけども、協議を行う旨の合意による事項の完成猶予についての話です。で、今回はちょっと長くなりますので、この点についてはもうさらっとお伝えをする感じにいたします。ここでお伝えしたいのは、今あなたがお持ちの改正民法の教材で今年の試験対応できるかっていう部分なんですね。なので、まあ、どういった部分まで理解しなければいけないのかっていうのを、まあ、さらっとね、分かればそれで十分です。で、今映しているのおそらく全然見えないと思うんですよ、ちっちゃくて。で、これが弊社のテキストなんですね。で、この協議を行う旨の合意による事項の完成猶予の内容が A4 1ページでもうまとめております。上がポイントで下が具体例になってきます。で、ちょっと拡大させていただきます。で、そもそも協議を行う旨の合意ってどんなものなのかっていうところは、この動画の下の部分なんですけども、に記載しております。具体例を使って記載しております。まあ、そういったところをまず理解しなければいけないですよね。で、協議を行う旨の合意をしたら、どのくらいの期間時効が完成猶予されるのか、つまりどのくらいの期間時効は完成しないのかっていうところもちゃんと頭に入れておかないといけないですよね。まあ、こういった部分出題される可能性十分ありますので。で、ここがちょっとめんどくさいんですよ。実はあ、い、うの3つのパターンがあって、それを整理しなければいけないって話なんですね。で、今ここに書いてあるんですけども、まあ、これをまた噛み砕いたものが下に載せてあります。またその他ポイントがあるんですね。だ、そういったものも合わせて一緒に勉強していただきたいんですよ。まあ、こっちもそうですね。時効の更新のところもそうなんですけれども、まあ、いろいろ合わせてやっぱり勉強しなければいけないことってたくさんありますので、そこをまとめて勉強できるようにしているのが、まあ、弊社の、まあ、教材なんですね。なので、今ここに書いてあるようなポイントについて、およびこのポイントを理解するための内容について、まあ、弊社で言えばこの下に具体例があるんですけども、そういったものが書いてあるかですよね。そういったものを今お持の教材で確認していただきたいんですよ。そういったものがなければ、自分自身で理解するために調べなきゃいけないし、またポイントが載っていないのであれば、そのポイントも自分自身で調べていかないといけないわけなんですよね。なので、まずはお持ちの教材に載っているかっていうのを確認していただければと思います。で、今お伝えをした弊社の解説と、今あなたがお持ちの、まあ、市販の教材かもしれないし、予備校から支給された教材かもしれないし、通信講座から支給された教材かもしれないんですけども、ちょっと比べていただきたいんですよね。どれくらい内容が違うのかと。具体例だったりとか、まあ、細かい内容だったりとかですよね。ちょっとご確認いただければと思います。この違いっていうのが、勉強していて合格できる力がつくのか、勉強していても合格する力がつかないのかの違いになってくるんですよ。そしてもし今あなたがお持ちの教材に、今私が解説したような詳しい内容が載っていないというのであれば、別途改正民法の教材というものを買ってですね、これは宅建ではなくてですよ、宅建の教材ではなくて、その改正民法に絞った、実用書だったりとか、そういったものですよね、を買って勉強していかないとなかなか理解することはできないです。私自身も、まあ、前回ね、以前かなお伝えした内容なんですけれども、まあ、こういった教材っていうのかな、まあ、本を使いながら勉強していました。2017年ぐらいから私は、まあ、2年ぐらいかかってですね、勉強をしてたんですね。で、まあ、これはね、よく知られているものだと思います。民法改正が分かった。もう今はね、新しいものになっているんですけども、これでもですね、正直、私自身理解できない部分がたくさんあったんですよ。なので、こういった実用書ですね。実務解説書って言って、まあ、こういったものだったりとか、こういったものとかですね、
を見ながら、さらに理解を深めていきました。まあ、ただこれ正直、めちゃめちゃ時間かかるんですよ。私に2年かかっているので、もしかしたら、お客さんの場合だと、それ以上にかかるかもしれないってことになるんですよね。で、実際権利関係とかで本当に4点とか5点とかしか取れないってなってくると、他のところで満点取ろうと思っても正直それは難しいんですよ。そうするともう必然ともう落ちちゃうんですよね。やっぱ最低でも7点は取れる実力はつけておかないといけないんですよ。ただ市販のものだと、どれだけ頑張ってもそこまで持っていけるかっていうとなかなか難しいと思います。今言ったように、過去問集でもその改正民法の問題が少ないっていうのと、また理解学習に必要な内容が載っていないっていうところがやっぱり大きな要因になってくるんですよね。なので、まあ、やるとすれば今言ったような、まあ、細かいね、実用書を購入していただいて、過去問集とか予想問集とかをいっぱい買っていただいて、予想問題の部分とか、改正民法に関する問題を抽出して、それをやるとか、ぐらいしかやっぱ方法ってないんですよね。一方で弊社の教材っていうのは、そういった、市販の過去問集とかには載っていないような問題だったりとか、新しく作った予想問題とか、まあ、宅建試験に出そうな問題ですよね。これまでの傾向を見て、出そうな問題だったりとか、そういったものもたくさん入れております。で、試験までまだ時間あります。なんでぜひ個別指導をご検討いただければと思います。個別指導の概要については、この動画終わった後に、個別指導の概要の動画のリンクを貼っておきます。また、この動画の下に個別指導の概要動画の URL 貼っておきます。またお申し込みページもね、一緒に貼っておきますので、ぜひそちらからお申し込みいただければと思います。今からであればあなたに合格していただく自信ありますので、一緒に勉強できたら嬉しいです。今年の合格目指して一緒に頑張っていきましょう。個別指導の概要については、こちらの真ん中の動画をご覧ください。真ん中に動画ない方は、こちらの動画の下の概要欄に URL 貼っておきます。またお申し込みについては、この動画の下の概要欄、にございますので、そちらからお申し込みいただければと思います。あなたの受講をお待ちしております。一緒に頑張って絶対合格しましょう。レトスの小野でした。